それでは今日のゲスト能見篤さんに意気込みを伺いたいと思います。今回石橋貴明のゲートセブン、はい、初登場ということですが、意気込みいかがでしょうか。はい、石橋さんとお会いしたことはまず長いないので。そうですね、はい、テレビでは何度か 見てますけど実際お会いするのは初めてなので非常に楽しみです。緊張とかされてないですか。緊張よりも、そうですね、楽しみの大きいです。そうですか。トンネルズの石橋さんは、はい、テレビでどんな番組見られてたんですか。人が落ちる番組だったり全楽、数楽的な、はいはい、もうそうです。まあトンネルズさん自体もね、僕は幼少からね、カムリン番組たくさんもね持ってもらったので、見ない日がないっていうぐらいだったんで、はい、しかもね、今年に関してはオリックスね、中島アンドインタビューしてる、はい、僕より先にインタビューされてる唯一中島監督が心を許すと。そうなんですよ、僕の時絶対嫌って言われるで、チームメイトでやられてた能見さんもダメって言われる。そうですね、はい、いたずらと毎回絶対嫌って言われる。キャンプ取材に行った時も石橋さん、中島さんの声必ず今年もいただいてたんですけど、いやすごいなと。そこがね、監督のインタビューを受けれるっていうのがすごいなと思います。ぜひそのコツなんかもぜひ盗んで帰っていただけたらと。確かに思っておりますので、この後、はい、収録はじめのスタジオでお願いしますので、今日は何卒よろしくお願いします。はい、お願いします。おはようございます、石橋貴明です。今週も始まりましたゲートセブン、今日は5月5日子どもの日ということで、今週は先週に引き続き阪神オリックスの OB 能見篤さんにお付き合いしていただきます。よろしくお願いします。お願いします。もう本当にね、男前で先週も言いましたけど、喋りも男前で、まだまだ聞くことあるんだ。今日楽しみにします。はい、お願いします。今日は子どもの日なんですけど、能見さんはなんと14年から子どもたちにおもちゃを届ける社会貢献活動をしてました。やられてる、はい、それどういう、子どもの日に何か持っていくんですか。子どもの日というか、その先輩方って結構社会貢献をしてて、で自分もやりたいなと思ってたんですけど、なかなか一軍に定着できなくて、それどころじゃなかったので、なかなかする機会なかったんですけど、結局その一軍でやっと定着するようになったので、まあ球団の方々とちょっと相談して、なんか困ってるところないですかと、